国鉄キハ58系機動車セーシェル国鉄12系、客車セーシェル、セーシェルセーシェルは、西日本旅客鉄道が1989年から2005年まで、保有していた、鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。福知山支社向けに、五島車両所でキハ58系機動車2両とスハフ12、軽客車を1両を改造して製作された。憩い。 セイシェルが登場する以前、福知山支社では、本格的なジョイフルトレインを持たず、スハフ12計客車を改造した、団体専用列車、いこよい一両を保有するのみであった。このスハフ12701は、日本国有鉄道時代の1985年に、後藤工場で、スハフ12号を改造した車両で、客室の車掌室側半分を、畳敷きの和室、便所、 洗面所側半分を絨毯時期の洋室に改造し、洋室と和室はアコーディオンカーテンで仕切ることが可能で、ミニキッチンを備えるという構造であった。スハーフ12701は落成当初、他の客車列車に連結されて運用されたが、国鉄分割民営化後は、客車列車が減少したため機動車2両の間に、挟み込まれて団体臨時列車で運用されるようになった。その後、 福知山支社に本格的ジョイフルトレインを配置する要望が高まったのを受けて、この運用形態をそのまま受け継いだジョイフルトレインを製作することになり、キハ5 8系機動車2両とスハフ12701が改造された。愛称名のセーシェルは福知山支社が発行する情報誌の使命にちなむ、リゾート地として知られるセーシェル共和国から転じて、 福知山支社のエリアから楽園を求め旅立つイメージとされた。以下の3両編成で構成される。車両番号の横の内は旧車両番号。すべてグリーン車扱いである。前面では貫通扉の倉庫にヘッドサインを設置し、貫通ホロは枠ごと取り外しているほか、上部の列車種別表示装置のあった部分に全消灯が移設され、全消灯のあった位置に微灯が移設されている。 これにより、全面形状が若干変化している。キサロ59型は、スハフ12701に改造された際に、便所、洗面所側の出入り口が塞がれていたが、キロ59型では、側面前くらいの出入り口扉が塞がれている。これにより、各社とも出入り口は1箇所のみとなっている。窓は、広島支社のリゾートサルーンフェスタを参考に、 従来の窓2枚分の開口部をつなぎ、連続風の1枚の横長の固定窓として、展望を向上させている。キロ59型では、車体側面にこの横長窓を5枚廃し、キサロ59型では、車体側面に横長窓を3枚と従来の窓をベースに固定化した窓2枚を廃する。車体塗装は、清潔をイメージした白のアイボリーホワイト地に、 車体裾に安らぎをイメージした緑のエメラルドグリーン色と活性をイメージした赤のチェリーピンク色の帯を入れ、前面窓周りと側面の車線に JR 西日本のコーポレートカラーである青色に塗装し、側面車線は JR 西日本の旅行ブランドウェンズの頭文字をアレンジしたものとされた。また側面窓の間を青色に塗装して窓を連続的に見せているか。 キロ59型では後方に1本、キサロ59型では側面両側に2本の青色の斜めストライプを入れている。この斜めストライプは3両編成を組むと JR 西日本を示す W の字の形になる。客室は横4列の回転式、リクライニングシートとなっている。リクライニングシートはスーパーサルーミ夢地で採用された座席と同様で、 背もたれから独立した前方下等式のヘッドレストを取り付け、肘掛け内には折りたたみ式のテーブルが内蔵されている。また座席は前後の向きを変えるだけでなく、45同期に固定することが可能で、窓側に向けて固定した場合、座席全体を後ろに下げることができる。窓割りと一致するように座席を配置しており、座席の前後間隔は、 タネ車と同じくキロ59型が 1470mm、ヒサロ59型が 1580mm と広い間隔になっている。床面は全面縦短時期で、天井の蛍光灯はグローブ付きとなっている。各社の客室仕切り壁部分にはモニタテレビを設置している。カラオケ装置も装備している。ヒサロ59型では車両の約半分が くつろぎコーナーというフリースペースとなっている。くつろぎコーナーでは、ソファ、テーブルと、ショーケース付きカウンターテーブル、冷水器を設置し、カウンター内に冷蔵庫を設置している。天井にはシャンデリアを新設している。キロ59型では運転室後部のデッキ跡に、荷物置き場と機器室を設置している。窓が固定窓となったため、各社とも強制換気装置が新設されている。車、 走行機器は変更されておらず、キロ59型が DT22CE 型台車、d m h 1七7 h a エンジン、キサロ59型が TR217A 台車のままである。キサロ59系の CL ブレーキについては、キロ59系ので1ブレーキとの釣り合いを取るため、初コメ圧力と、大火重弁調整値が変更された。冷房装置は各社とも従来の a u 十三。 A 型分散式冷房装置のままであるが、キロ59型については冷房装置1台が撤去された。冷房電源は、キサロ59系の DMF15Hz、G 型エンジンと DM82 系発電機をそのまま使用しているため、キロ59型では、給電回路が従来の 400V から 440V に変更された。暖房装置は、客室部が 電気温風暖房、ヒサロ59系のくつろぎコーナーが電気暖房となっている。福知山運転所に配置され、1989年10月27日に営業運転を開始した。1999年10月2日付で、福知山運転所から豊岡鉄道部に転属している。団体臨時列車や多客臨時列車で使用されていたが、2005年1月に、 団体臨時列車として運転されたのを最後に運用離脱し、同年3月31日付で廃車となった。ありがとうございます。